立憲君主制とは、君主の権力が憲法によって規制されている政体である。制限君主制とも呼ばれる。君主制とは、ある政治共同体において、世襲の君主が主権を持つ政治形態であるが、その君主制の分類として、憲法に従って、君主の権力が一定の制約を受ける政治体制を立憲君主制と呼ぶ。絶対君主が、 市民階級の台頭により妥協し生まれた。君主とは、伝統的には、国家において、特定の一人が主権を保持する場合の、その主権者である。しかし、立憲君主制が確立していくとと,ともに、君主の権能は、制限されていく傾向があり、君主は君臨すれども統治せずという表現は、イギリス君主のような、名目化象徴化を表している。この原理は、 日本国憲法下の天皇やベルギー憲法下の国王にも共通すると言われるが、両憲法は国民主権に立脚するもので、君主の名目化、象徴化が最も進んでおり、もはや君臨すると言えるかどうかさえ疑問であるとされている。君主号には皇帝、天使、君、天皇、帝王、王などがある。君主の有する権力の総体を君主主権と言い、 絶対王政はこれに支えられていたが、フランス革命は、あらゆる主権の原理は、本質的に国民に損するとして、君主主権の原理を否定し、国民主権原理を確立した。立憲君主制は2種類、すなわち、実際の権力は議会に与えられ、君主権は、名目上に過ぎないイギリス型と、憲法は存在しても実際には、君主権が制限されない。 ドイツ帝国型に分類される。立憲君主制は絶対君主を打倒して近代国家を形成した17世紀のイギリスにおいて最初に確立された。もともとイギリスでは13世紀末以来君主権は議会の制定した法律や決定に制限されるという権力制限的思考が強かった。しかし17世紀、 君主がその権限の拡大強化を図り絶対君主の道を追求し始めたため市民革命が起こった。名誉革命後のイギリスでは立法権を有する議会が行政権を持つ国王に優位するという政治思想が確立された。さらに18世紀中期以降は行政権を事実上内閣が掌握し19世紀に政党政治が確立される中議員内閣制が 政治運営上の基本原則となり、イギリスは世界における民主主義国家のモデルとなった。イギリス国王は今日においてもイギリスの元首であり、形式的には行政権の長であるが、1931年のウェストミンスター憲章によって、イギリス国王は連合王国の象徴としての地位についた。イギリスは立憲君主制の国ではあるが、政治の実態は、 アメリカ合衆国や今日のフランス、ドイツ等の共和制国家とほぼ同質と言える。他方、第一次世界大戦前のドイツ帝国でも憲法は存在したが、そこでは、君主が行政権を掌握し、数々の強大な体験を有し、議会の権限は、極めて弱く、外見的立憲主義だった。また、政治学者の田中博史によると、 日本においても天皇が行政権を掌握し、数々の強大な体験を有し、議会の権限は、極めて弱かったとしている。対して、イギリスのような立憲君主制は、議会主義的君主制と呼ばれる。第二次世界大戦後の君主制を要する国々は十、数カ国存在するが、ほとんどは、イギリス型の立憲君主制をとっており、日本やベルギー、 ルクセンブルクのように憲法上で国民主権を明記している国もある。日本においては、天皇は憲法第六、七条に定める国事公以外の国政に関する憲法を許さず、国及び国民統合の象徴と規定される。憲法学者、江野木原武氏は、その著書、君主制の比較憲法学的研究において、立憲君主制度を 制限君主制度の一類型である立憲政体を採用する君主国の制度と定義した上で立憲君主制度の国を以下のように分類している君主主義的立憲君主制度国王と国会等の相互関係の上で国王が優位の立憲君主制度国会主義的立憲君主制度国王と国会との相互関係の上で 国会が優位の立憲君主制度なおへの起源は、国会主義の君主制という観点から、国会主義的立憲君主制度。国会性的間接君主制度を共和国における、君主制の分類も用いている。ウォルター・バ・ジョットによれば、立憲君主制における君主は、以下の3つの権利を保持しているとされる。相談を受ける権利何かを奨励する権利警告する。 権利イギリス連邦公成諸国は本節最下部に別記する。英連邦王国の諸国は同一の国王を君主とする。イギリス以外の国では各国政府の助言に基づいて国王により形式的に任命された総督が体験を執行する。また、性質上は単なる象徴原種の扱いであるため各国の国政運営は 政府の長たる首相を率いる内閣にて継続して行われている。日本大日本帝国憲法を武田久志隊によれば、大日本帝国憲法において国家統治の権限は天皇による統治権として定められた。その行使にあたっては国務大臣、統帥部、宮内大臣らの保筆を絶対要件として必要とし、その行使に伴って生じる結果責任を天皇に、 代わって引き受ける保筆者が存在して、初めて行使され売るよう運用された。武田によると、この天皇体験の根拠としては、日本建国以来の歴代の天皇が実際に体験を保持し、主体的に行使してきたという歴史的事実自体に求めたという。武田によれば、日本の歴史としては建国以前に危機神話が連続して続いているが、この神話的出来事は、 井上武志ら帝国憲法の起草者によって立憲の議論からは除外された。天皇に関わる法的な議論に神話的出来事を持ち込むことにより宗教や哲学をめぐる議論が起き、それに天皇や政府が巻き込まれることを避けたためであるという。その後、1935年の天皇期間接事件を契機といて野党や軍部、 右翼団体が天皇機関説の排撃運動を活発化させる。1935年8月3日、岡田内閣は天皇の統治権の根拠として、マテラス大臣による天上無休の神職によると公式に発表し、この時点で初めて天皇体験の根拠に神話を持ち込む神権主義的解釈が生まれた。武田久史隊によると、この10年余り後に、 憲法は改正され、親権主義的解釈がなされたのは、この短期間に過ぎなかったが、これ以降の憲法に関する言論では、帝国憲法の施行されていた前期間において、親権主義的体制下にあった、という、誤った認識が広く行き渡ることになったとされる。日本国憲法日本国憲法は、第一条で、天皇は、日本国の象徴であり、 日本国民統合の象徴と定めた。憲法及び他の法令には立憲君主制や君主に対する直接的な記述はなく、日本政府の見解としては立憲君主制とみなしても差し支えないとしている。一方で学説として議論がある。制定経営日本国憲法はマッカーサーが提示した、マッカーサー三原則を原則とした。 GHQ 草案に基づいているが、マッカーサー3原則には、天皇の地位についての規定があり、以下の3つである。エンペラーイズアットザヘッドオブザステート、ヒズサクセションイズダイナスティック、ヒズデューティーズパワーズウィルビエクササイズドイン、アコーダンスウ s ズザコンスティテューション。アンドレスポンシブツーザベーシックウィルオブザピープルアズ、プロバイデッドゼアイン、蒸気を原則として、 GHQ 総案が作成されるにあたり、天皇の項目を担当した GHQ の内部組織である民政局のリチャード・エプールであった。いわゆる、象徴天皇制は、マッカーサー三原則における、エンペラー・イズ・アット・ザ・ヘッド・オブ・ザ・ステートをリチャードが GHQ 総案において、ザ・シンボル・オブ・ザ・ステートと表現したことがその起源であり、2000年の 参議院憲法調査会の際に説明している。また、同調査会において、立憲君主制について、以下のように述べている。制度として、正式に記載するのは、主権在民であり、基本的人権であり、真の民主主義であり、政治的権限を持たない、立憲君主制であり、戦争の放棄であり、またこれらの原則が、 いかなる理由によっても縮小されたり停止されたりしてはならないということだったのです。我々が目指したのは立憲君主制で、そこでは天皇は統治権を持たず国家及び主権者である国民統合の象徴としての役割を果たすものでした。しかし天皇には儀礼的な行事を行う以外に内閣の承認を条件に、 数多くの役目を付すことで、ある程度の意義ある役割が与えられたのです。2000年5月2日参考人、元連合国最高司令官、総司令部民政局海軍、リチャード・エープール答弁政府、見解国会答弁における政府見解には以下がある。国家の形態を君主制と共和制とに分けまして、我が国がそのいずれに属するかということがまず問題に、 なるわけでございますが、公選による大統領その他の原種を持つことが、共和制の顕著な特質であるということが、一般の学説でございまするので、我が国は共和制でないことは、まず明らかであろうと思います。それでは、君主制を、さらに先制君主制と立憲君主制に分けるといたしますならば、我が国は、 近代的な意味の憲法を持っておりますし、その憲法に従って、政治を行う国家でございます以上、立憲君主制といっても差し支えないであろうと思います。もっとも、明治憲法下に置きまするような統治権の、騒乱者としての天皇をいただくという意味での、立憲君主制でないことは、これまた明らかでございます。1973年6月28日参議院。 内閣委員会、政府委員、吉国一郎内閣法制局、長官答弁学説学説としては、以下のようなものがある。憲法学者、清宮志郎の憲法一によると、天皇が君主か否かについては、否定説と肯定説とがある。君主制の歴史的変遷を見ると、選手制の理想に、最も近い絶対君主制から、君主の権能が制限された。 制限君主制、立憲君主制へと進化している。しかし19世紀から20世紀にかけて民主政治、議会政治が一層発達するにつれ、君主制国家は次第に減少し、実権は君主の手から離れて他の機関に移った。そしてイギリス国王のような君臨するも統治しない君主が生まれるに至り、ベルギーやオランダ等の君主もこれに近い。 これらを、議会制君主制という。議会制君主制と天皇は、次のように対比されている。我が現行憲法における天皇は、歴史的に見て、これを君主と言っても、あえて誤りと言うべきほどのものではない。ただし、この場合、君主と名付けるとしても、現在のイギリスの国王の方よりも、さらに君主的色彩の薄らいだ方を示すものである、ことは、 注意しなければならない。憲法学者の佐藤伊の憲法によると、日本国憲法は、明瞭に主権を国民に属せしめている以上、日本国は、共和制であると見るべきとする。しかし、君主制には、自らを近代化、民主化しつつ存続し得たという面もある。日本の国家型体は、かつての絶対君主制や立憲君主制のような、伝統的、 典型的な君主制には属さないことは明らかであると、される。要するに、この憲法下の日本国は、伝統的、典型的な君主制には属さないが、同時に、伝統的、典型的な共和制にも属さない。その意味では、中間的な国家型体であるとも言えようが、そのような位置づけはなお伝統的な君主制と、共和制との区別の基準に基づいた位置づけであり、 むしろ新たな君主制の基準に基づいて、国民主権化の君主制と呼ぶことが適当であろう。憲法学者の百知省の雑誌、改革者、平成12年5月号の寄稿によると、第二次世界大戦後、君主の権限は一般に縮小されたり、形式的、名目的なものにとされる傾向にあり、もし従来の定義の固執した場合もはや君主らしい。 君主はほとんど見当たらないことになるとした上で、スウェーデン国王などの場合、象徴天皇よりも、はるかに政治的権能は、制限されていると述べている。また、世襲の原則に基づき、日本国及び、日本国民統合の象徴とされ、内閣総理大臣や最高裁長官の、任命権をか、栄誉の授与等の国事行為を行う天皇は、紛れもなく君主であると述べている。 同時に、昭和48年参議院内閣委員会における内閣法制局長官の吉国一郎の答弁を引用し、事実、我が国政府の公式見解は、天皇を君主、我が国を立憲君主制とするものであるとする。憲法学者の安田博氏は、日本大百科全書にて、象徴天皇には、通常の立憲君主の持っている、 政治上の外形的権限及びそれに基づく危機に、際しての介入権限も与えられておらず、その点では君主とも元主とも言えない存在となったと述べている。国史大辞典では、法律制度上、象徴天皇は、君主でも元主でもなく、神の子孫としての神聖な権威は消滅したとされている。憲法学者の下条義明は、 日本やスウェーデンを象徴君主制に分類する。海外の県会外国政府では天皇を外交儀礼上の君主として扱っている。オリンピックの開会宣言は国家元首が行うこととなっているが、日本では総理大臣ではなく天皇が行う。アメリカ中央情報局のザワールドファクトブックでは日本のガバメントタイプをパーラメンタリーコンスティチューショナルモナーキーとし、 チーフ・オブ・ステートをエンペラー・ナルヒト・ノートサクシーズ・ヒズ・ファーザー・アフ・アブディケーテッド・オン30・サンジュエープリル2019としている。カンボジア・カンプチア人民共和国が1993年に消滅し、同年9月に立憲君主制のカンボジア王国が成立した。バーレーン・バーレーン国は2002年に立憲君主制に移行してバーレーン王国に国名変更した。 ブータン王国ブータン王国も2008年3月までに上下両院の普通選挙を完了し、同年7月18日に新たな成分憲法典を成立させ、立憲君主制への移行を完了した。トンガ王国トンガ王国は立憲君主制である。だが、実際は国王の強力な体験によって国政が行われている。議会は、 貴族の代表と平民の代表で構成される。サモア独立国サモア独立国の生態については、選挙立憲君主制と見るか、共和制と見るかで争いがある。首相は、議会の多数派により選ばれる。そして、元首の大首張によって任命される。南欧では、1975年に王政復古したスペインを除いて、イタリア、バルカン諸国などで、 ファシスト政権を歓迎したため、第二次世界大戦後、次々に追放され共和制へと移行している。政治的な権限を許さない君主は、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーといった北欧諸国やオランダ、スペインなどヨーロッパの他の立憲君主国でも普通に見られる。ただし、オランダやスペインは、政治観光等を抜きにして、条文上では、 君主の意志が介在できるイギリスと似た一般的な立憲君主制タイプであり、それが介在できないほど君主権力が制限、剥奪された君主権力がより消極的な立憲君主制とは異なる。スウェーデン国王は首相任命権などの形式的な国事行為すら憲法上認められておらず、 政治から完全に分離され国の対外的代表としての地位しかないため、象徴君主制という新たな区分で説明されることがある。なお、リヒテンシュタイン公国は立憲君主制とされているが、議員内閣制でありながら、リヒテンシュタイン家の党首である、リヒテンシュタイン公が強大な政治的権限を有している。これは、リヒテンシュタイン家が膨大な資産を有しており、 国庫からの歳費収入に依存する必要がないためとされている。そのためリヒテンシュタイン公国はほぼ絶対君主制と言える生態であると言われる。モロッコモロッコ国王は情報統制など強権的な政治を行っている。その一方で民主化政策が進められている。ハサン2世の統治時代、1996年に憲法改正がなされた。 この改正で任意陰性を導入、総選挙を実施した。さらに2011年、モロッコ憲法改正国民投票によって、首相、議会への権限移譲などなどを含む民主化改革が行われた。レソトレソト国王は、国民統合の象徴的地位で、実権は首相にあり、政治的権力を許さない。逆に、投稿には記されていないが、 憲法典は存在するものの条文内で国王による絶対的な支配権が保障されているエスワティニ。エスワティニは絶対王政に分類されており、世襲制の国王の下で強権的な政権運営がなされている。イギリス連邦加盟国には、イギリスと同一の国王をいただく英連邦王国、独自の立憲君主国、共和国の類型がある。イギリス国王は、 英連邦の主張の地位にある。英連邦王国英連邦王国では、国王が主権者であり、国王の名が国家を意味する語として用いられる。すなわち、国王陛下の内閣、王立カナダ海軍といった習字が行われ、行政訴訟では、国王が名義上の被告となる。国王の体験は、国政の主要決定のほぼ全てにわたるが、その講師は、 憲法的放棄もしくは憲法的観光によって強く制約され、多くは普通選挙で議員が選出された会員に対して、責任を有する首相の助言に基づいてなされる。イギリス以外の英連邦王国では、国王が通常不在であるため、総督が君主の代理となる。現在では、当該国の首相の助言に基づいて国王が総督を任命する。また、 連邦制のカナダとオーストラリアでは国王は各州の君主でもあり副総督によって代行される。内閣が会員の信任を必要とする議員内閣制であるが議会での首相指名選挙は行われず国王または総督等がウェストミンスターシステムの憲法的勧告に従って会員多数党派のリーダーを首相に任命する。そして 内閣の方針を国王、または総督等が議会で読み上げ、それに対し会員が信任投票を行う。議会を通過した法案に対する拒否権や会員の信任を失っていない首相の解任なども君主体験に含まれるが、基本的には行使してはならないとされる。総督等が首相の助言なしにこのような体験を行使し問題となることが幾度かあったが、 その際も、総督の解任権を持つ女王エリザベス2世は、当該国内で解決すべき問題であるとし、不介入を貫いている。立憲君主制は、政府の正当性を担保し、また、政権首脳に権利が集中することを抑制する、効果があるとして、一旦君主制を廃止したものの正常不安のある国では、王政復古が模索されることがある。また、 かつてのヨーロッパやラテンアメリカでは、新国家を創設する際に、他国の王族、貴族を新たに名目上の君主として擁立する例も少なくなかった。一方で、戦艦期には国王自らがクーデターを起こして、独裁体制を敷いた例が多発している。また、世襲を原則とする君主制は平等権とは異質な制度であり、また、王族自身の人権に、 特別な制限が加えられることも多いため、立憲君主制国家において、君主制廃止論もある。しかし、世襲であることは、政権首脳が権威を掌握する隙を与えず、なおかつ権威者たる君主が生涯にわたり、権力を掌握できないようにすることを可能にするため、権威と権力の分立という観点からは、むしろ高度な民主主義体系の維持に役立つという、側面もある。 君主やその一族の人権が制約されることは、公務員がその業務の特性上、私よりも公僕としての立場を要求されるために一部人権の制約を受けることに準じるとされ、間接的ではあるが、国民に対し公権力を行使するという立場から一部人権制約を受けるのは全行における民主主義を維持するために必要な措置であると考えられている。ありがとうございます。